ペルッティカル・ピネンは1976年モントリオールオリンピックからモスクワ・ロサンゼルスとボート競技のシングルスカルで3大会連続金メダルを獲得したフィンランドの選手であるトルクポリ州南セースオーミ県出身。カルピネンは世界ボート選手権においても1979年、1985年と2度世界チャンピオンに輝いている。 また屋内ボート競技でも一度世界記録を樹立している。カルピネンは序盤スピードを抑えて後半にスプリントを爆発させるというレーススタイルを得意とした。序盤に相手から数停止離されてもゴール直前で抜き去るというレースがよく見られた。カルピネンと同時代のライバルに西ドイツのペーター・ミヒャエル・コルベがいた。カルピネンとコルベは何度も激戦を繰り広げた。 ライバルであった。コルベがオリンピックと世界選手権で獲得したメダルはカルピネンよりも多かったが、コルベは一度もオリンピックで金メダルを手にすることができなかった。1976年モントリオールと1984年ロサンゼルス大会では、コルベが終始レースをリードしていたにもかかわらず、共にゴール直前数メートルのところでカルピネンに追い抜かれ銀メダルに終わった。 カルピネンは1988年ソウルオリンピックに出場。しかし、決勝に進むことができず、順位決定戦で7位に終わった。一方でコルベは決勝に進出し、3個目の銀メダルを獲得している。カルピネンは1992年バルセロナオリンピックにも出場。10位に終わり、彼の最後のオリンピックは終わった。ありがとうございます。